皆さんこんにちは、八幡美咲です。今日はなんと宮島に来ています。今回どうして宮島に来たかと言いますと、国民的 RPG ドラゴンクエストのスマホ向け位置情報ゲームドラゴンクエストウォーク、その中に登場するお土産アイテムが実際に商品化されるドラゴンクエストウォークリアルお土産プロジェクト、その第5弾商品として広島の名物山田屋さんのもみじ饅頭があのモンスターとコラボしたということで、早速山田屋さん宮島本店にレッツゴー。宮島が個人的に本当に好きでよく来るんですけど、山田屋さんといえばもみじ饅頭なんですよ。ピオーネもみじ、これ夏限定なんですよ。瀬戸内のレモンクリーム、みかんクリームもあるんです。本当に歩いてるだけで楽しいんですが、今回の目的こちら、もみじ饅頭スライム。早速看板がめちゃめちゃ可愛い、山田屋宮島本店にもみじ饅頭スライムが現れた、買ってあげますか。ゲーム風になってます。グッズも売っておりますよ。ドラゴンクエストの水筒とか T シャツもあるんですけど、ゼネラルディレクターの堀井さんの直筆サインと、かわいい直筆のスライムちゃんが書かれてる。なんか縁起良さそう。おかんどこ、かわいい。あ、その中でありましたよ、これコラボ商品のもみじ饅頭スライム。やっぱりもみじ饅頭ということでパッケージ見て、この紅葉になってますよ。これからどんどん秋になってきますから、やっぱ原爆ドームもしっかりありつつ、ここにかわいいコラボしたスライムちゃんもいます。かわいい、見てください、見てください。この商品の下、山田屋宮島本店にもみじ饅頭スライムが現れた、自分で食べる、お土産に買う。いやこれね、もうデフォルトでお土産に買うって設定されてるんですけど、自分で私は食べたいと思います。レッツゴー。オープン、じゃーん、かわいい。中もオレンジでしっかりもみじが描かれてます。今回のコラボしたもみじ饅頭スライムがこちらです。ドドン、かわいい。結構ね、手のひらサイズで大きさしっかりあって、何よりこの笑顔、見てるだけで元気に出ますね。4個入ってますよ。1、2、3、4。おー、中の下にもスライムちゃんが描かれてて、覗いてる。めちゃめちゃ細部にまでこだわってます。では早速いただきます。嬉しい、どんな味なんだろう。これ後ろが可愛い。じゃあ後ろもスライム型になってますよ。後ろ姿がちょっとなんか切ないというか可愛らしい。それではいただきます。うん、ふわふわ、あんこがすごいびっしり入ってる。うん、なんか、あんこはいつもと違う味がします。え、なんだろう、あ、きな粉、ほんのりきな粉風味の優しい上品な甘さ。その外側はふわっとして、中はこうムチッとして、この食感がたまらない。うん、もうペロリと食べちゃった。そしてもう一つコラボ商品があるんですよ。それが山田屋宮島本店、ここでしか食べられないのが、じゃじゃーん、コロコロもみじスライムです。かわいい。さっきのもみじ饅頭スライムがちっちゃくなってたくさん入ってます。パッケージもね、かわいいしね、なんといってもね、このソース、じゃーん、青スライム色、夏来たって感じです。こっちのね、裏側も可愛いんですよ、このパッケージ。もみじ饅頭スライムは
仲間を呼んだって書いてあって、たくさん仲間たちがゴロゴロたくさんいますよ。それでは早速いただきます。柔らかい刺さらないくらい柔らかい、ちっちゃい、親指より大きいくらい、こんなちっちゃいのに中のスライムちゃんと笑顔、かわいい。それではいただきます。おスライム、確かスライム感ある。食べるまでも楽しいですよ。さっきと全然違う。生地がすごいふわふわの中にこのソースが、何これ、ブルーハワイ、なんか甘さもありつつ爽やかさもあるから癖になる。もうね、この生地がね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。この生地の優しい甘みの中にさらにこのブルーハワイの爽やかさが足されて、めちゃめちゃ美味しい、夏って感じで、このブルーハワイ味は期間限定なんですけど、他にもね、5種類ぐらいソースがあって、友達と分け合っても楽しいかも。おいしい、もう今までなかった味、もみじまんじゅうの概念が変わる味、おいしい。おばさん、うちの商品いかがですか？めちゃめちゃおいしかったです。ありがとうございます。担当者の方ですか？はい、私、山田屋の中村と申します。びっくりしました、食べて想像を超えてきて。これ大変だったんじゃないですか、この開発するの。今回このコラボということで、青いソースぜひ開発したいなと思いまして、ブルーハワイソースを作らせていただきました。いや、もうスライムですもんね。このスライムをイメージした青色を出すのにですね、半年ぐらいかかってしまって、さらにあとこのスライムの硬さですねにもこだわって作っております。どうですか、出してみて。そうですね、多くの方から反響もいただきましてですね、美味しいと言っていただきますので、非常にこう作ってよかったなと思っております。このきなこ味もすごく美味しかったんですけど、どうしてきなこ味だったんですか？こちらはですね、コロコロもみじで青いソースをやっていただきましたので、じゃあもみじまんじゅうスライムの方ではもみじの紅葉をイメージしたオレンジ色のパッケージで、そのパッケージにちなんだお味として、きなこ餅餡を作らせていただきました。なるほど。これまではこう抹茶とかいろんな和の味があったけど、きなこってこれまでなかった？ないですね、初めてですね。ほんのりちょうどいい和の味が美味しかったです。なんか女性も男性もお子さんも本当に幅広い方が好きな味ですよね。今回ドラゴンクエストオークとのコラボということで、幅広い年齢層の方をイメージして商品を作らせていただいております。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん、私は今宮島口から車で10分ほどのところにある山田屋さんのオーナーファクトリーにやってきました。ファクトリーって工場なので、もうちょっと工場っぽいのかなと思ったら、めちゃめちゃおしゃれな建物です。この中で実際にもみじまんじゅうが作られているところが見学できるということなので、行ってきます。楽しみ。あ、中村さん、待っててくださったんですね。はい、こちらお待ちしておりました。 ありがとうございます。これ工場って聞いてたんですけど、おしゃれですね。ありがとうございます。じゃあ店舗を併設している工場になっておりまして、こちらに商品がございまして、こちらから中の製造工程を見ていただけます。すごい、今ちょうど作られてますね。というわけで、今回ドラゴンクエストウォークリアルお土産プロジェクトを紹介していきました。本当にめちゃめちゃ美味しかったです。この味楽しめるのが10月31日までの期間限定です。もみじまんじゅうスライムはオンラインショップと他の山田屋さんでも購入することができます。ただコロコロもみじスライムはここ宮島本店のみ販売となっています。ここでしか味わえない
ブルーハワイの味なので、皆さんぜひ宮島を訪れた際は山田屋さん寄ってみてください。ドラゴンクエストウォークリアルお土産プロジェクト、皆さんもぜひ味わってみてください。